ムオオバンドなんて、ルームシェアはい、どどうしたどうししたた <laughs> 何が <laughs> んかそんな感じで始まるやつやったっけいやなんか今日の一言みたいな今日の一言あそうな感じじゃなかったっけそれいや初めてです。バンドなんバンドなんてゲストハウスどういう意味ですか今はもう深いんですよ深いんですか深い意味です。深い意味というこ確かに深そときますそれ言い出すとそれだけでも18分ぐらいいっちゃうからわかりましたはいションさん はい、あれ、ね、さっきまでなんかしゃべろうと思ってたんにな、うん、また忘れたぞ。 <laughs> でもいくらでもあるでしょあなた,はたおやおや。あ、いくらでもあるんですよ。うわなんかめっちゃ, <laughs> ゃメモ書きしとけばよかった。メモ書きやばいっすね。メモ書きするほどじゃないわっていうのがバカホだって。一個ずつ忘れていくんですよ。わ、ねうんうん、かるわかる。わかる。そんな感じわかる。うん。うん、でもマまマあ、まあ、いつもそのうちがばうちばっかり喋ってさ。うん、そうっすよ。うん。すいません本当に。<laughs> <laughs> 慣れましたよそれはさすがにねもう,いやもうねこんだけやってればまあこんだけやっといて何なん,なんですけどうちもう毎日のラジオがね楽しみででしょうねうん楽しみででしょうね喋りたくて仕方がないんでしょうあなたは人の倍以上異常にうち多分やっぱ喋りたがりなんだいやそうもうそれはそう うん、でねこ、あの、まあ、まあ、いっぱい喋りたいことあるんですけど、はい、まあ、こいだね、あの、リーフルーム企画、うん、あの、ブッキングで弾き語りスリーマン出させてもらって、急遽やったんやけど、はい、いや、それにしたらしてもほんまにいいイベントで、はい、急遽にもかかわらず、ね、お客さん、 バーっててて駆けつけつくれてねねほんまありがたい限り限で、ね、そこで、まあ、初対面の女の子2人と林愛花ちゃんと田中みどりちゃんと3人でね、はい、ライブをやったんです。うん、ほんでなんかまあうちそのボイラーリクガメの女子たちってまあもう女子じゃないじゃないですか。どういう意味でもういなんかこの このなんか一般的とか普通のとか言うとあれやけどなあヒカキンも叩かれてたからまあまあわかるよ気持ちはわかるそうなんかその俗に言う特にそのキラキラした女性シンガーソングライターの方たちとはまた全く別のとこにおるわけじゃない私たちって女子とはいえねそんな子たちと話すのも なんか珍しくて、ちょっと盛り上がっちゃってね、ふわーっていろいろ喋っとったんやけど、その中で、ちょっと一個なんかそう、論争があってね、うん、ちょっとバトったんですよ、うん、ちょっと。うんうん、あのー、その、まあ、林愛花ちゃんなんですけど、はい、林愛花ちゃんはね、うんの、家で一人ですごい喋ると。 多分まあ土絵みたいな感じそう一人でガチャ「ただいま!」「わあ!」みたいなタイプなからのタイプなんよね分かる分かる言うてさすがにうちそんな感じじゃないけどうちも家で草だんまにな臭いねってやってるでって言ったらまずそこでもういやそれやばいですよみたいななっていやいやいやそっちの方がやばいやろみたいな何もないのに一人でそうそうそそう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  <laughs> 何かに語りかけてる。これどっちがやばいのかっていうのってかなり論争しまして、うんうん、うちはちゃんとそう対象物にうん、うん、語りかけてるんやと「こんなことあってな」とか「うん、そろそろあれやな」とか「はい、な」「雨降るな」とか、うん、やってるわけですよでもその子はその家でなんかその暴言を吐くというか。<laughs> 険というか、<laughs> はい、これちょっと印象悪なるかもしれんけど <laughs> いやなんかねそのあいつなんじゃみたいなんじゃなくて、うん、その普段その外ではバーってかしかもその子も関西人やし、はい、その分かるのよ気持ちは、うん、うちだってわれごらーみたいなよそであのまくしてられへんから、うん、たまにそうやって 怒り狂いたい衝動に駆られたりっていうのを一人でバーってやるとめっちゃスッキリして、みたいな、うん、ハッピーみたいな感じで、まあ、前向きな暴言、うん、を、いや、そ、それの方がやばないってなって、うちは。うん。わ、うん、かんねんけど、気持ちはわかんねんけど、うんん、やばないみたいな。ただいま、一人やろみたいな。うん、そんなうちうるさせえへんし、思って。うん、けど、なんかそれでどっちも、ああ、わかるわかるで済んだらええやんか。うん、やけどな。 <laughs> バトルは止まらんわけよいやそっちの方がやばいですよってそうそう、はい、いやそっちの方がやばいでっていうのでも,もうね平行線ほんでその時にたまたまね巻き込まれたそのうちも初対面のお客様、うん、女のお客様誰か巻き込んじゃうよねそのそう巻き込んで,、はい、でちょっとこっちがあんまりにもバトってたもんだから、うん、それをちょっとあの、まあ、聞こえるわけじゃないですか。うん、えもういきなりねあの 今の聞いててどうでしたって二人にいきなりこうられるわけですよ。うん、なんかその方曰くね、うん、その対象物がある方が若干やばいけどもそこに魂を宿してるかどうかでまた変わってくると。 難しい話になってきたな。そう,そうそうそうそこでもうかなりこっから深くね論争が始まるわけ。深く深掘りしちゃう感じになっちゃうな。だからめっちゃ親身にその論争どっちがっていうのをめっちゃ親身にこう判断してくれたわけよ。その結果ね、はい、あのうちはその草ざんまにもちろんその魂は宿しちゃってるんよね。うん、だからその魂ぬいぐるみにその魂があると。 思ってそうやって言うの方がちょっとやばいかもって言われてでもよくよくそうやって言われるとねいや正直でも分かってますよとぬいぐるみということを分かった上で上での話なんですよぬいぐるみなん分かってるんですよってうちも力説しながら自分がこの子よりやばくないですよアピールをすごくしてた結果それやったらまあギリ大丈夫ですねみたいになって結局決着がつかなかったわけなんですけど松雄的にはどうですか これは一人でなんか家でわーわー言ってる人の方がやばい。そうやんな。そうなん心配になりますね。そうなんでなんかそっちの方がその普段こういろいろこう抱え込んじゃってて発散できなくて一人の場じゃないとなんか発散できないのかなとか。ああなるほどね。 なんかそう、うん、その一人の家に一人で家にいる時が一番自由になっちゃってそれがスーッというか,あそ,いうかそうんかこう普段の生活でちょっとなんか抑圧してんのかなとか心配になっちゃうかもしれないですね、うん、ああなるほどねなあ ほんまにそういう意味でのやばいというかまあ心,心配っていう意味での <laughs> そうかなそのなるほど、ね、そつを並べるとうんうんうんまあ何も暴言だけじゃないでしょうけどねうん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 かまあでも一人でただいまああただいまみたいなわーわーああそうやんな一人でわーわー言うてるうやっぱそうやんなんんでもまあそれがうちも同じ感じでさ例えばさなんかこう、うん、なんやねんとか思いながら帰ってきて、うん、な聞いてや草ざんまーとかっていうのもやばいってことかじゃあ うんそれそうなってくるとジャンルは一緒ってことかいやどうかなでも対象があった方が健全やと思うけどなそれが草山まであろうが、うん、川越であろうが、うん、でもバードであろうが例えばそれがさぬいぐるみじゃなくて、うん、犬とか猫やったとするやん、うんうん、そしたら割と理解されると思う、うんうんうん、あ理解されるさ確かに会話 で、うちもまあ会話してるからなまあ。それがで,でもさ犬も猫も人間の言葉はわかるわけないし、うん、感情をちょっと伝わるっていうのはあるけど、なんとなく生き物同士伝わるみたいなのはあるけど、うんうん、言葉がそのまま理解されてるわけじゃない。やんか。結局一緒なんやと思うねんな。はいはいはい あだから動物やったら理解されて、うん、そういう生物じゃないものに喋りかけとったら理解されないっていうのはちょっと何かなるほど、ね、ちょっと違うかなって思うんでははははいはいはい、はいうんなんかなんか,分かりました、まあ、うん、うち多分草ざんまにまあそんな日常的にやってるわけじゃないちょっと気向いた時に「どや?」みたいな感じやねんけど、うん、でもそれで住んでるのは、うん、日頃からもう本当に。 本当に誰から構わず多分喋ってんのねうちいやほんまにすいません助かってます本当に助かってる最近あの YouTube ね聞いてるのがあってこれ言うと逆に心配されるかもしれへんけどあの有名なね大愚和尚の一問一答っていう YouTube 知ら知らないですか知らないもう仏教を極めた悟り開いてる和尚さんなんですよ大愚 和尚っていうね、うん、その和尚さんはそのおはがきいただいて、うん、相当な苦しみを抱えたお便りをね、うん、読者さんあの視聴者さんからいただいたのを、うん、あの10分から40分とかしっかり時間かけて、うん、え仏教をもとにそれをあのなんてうんですか解決というか、うんまあ、その方にとっての心の処方箋みたいなものを与えてくれるのね。うんうん うちそれすごいね聞いてて最近、うん、なんかね本当にあに今まで聞いてたうちのそのなんていうの自己啓発的なやつだと、はいはい、おっっしゃーやるるぞーってなるんよねでもそれって一瞬のななわけなんですよねやるぞーってこうやる気をもう一回戻してくれるような感覚なんやけど、うん、その大愚和尚さんの仏教の悟りっていうのは、うん めっちゃこう落ち着かせてくれるというかんかねほん当に全部あこの言葉メモっとこうみたいなそれが自分の中での指針となるような、うん、そこに戻ってきたら自分はこう荒れない荒れないというかなんかんかすごいよくてねちょっとねおすすめなんですよね。 んで、うんそう。だからそういうお便りの内容とかも、すっごいじっくり全部長文でね、うん、読んでるのを聞いてると、まあ世の中には本当なんかいろんなことを抱えた人がいるんやなっていうのを思うわけよ。だからうちほんなにこんなけ周りにいかにストレスを与えながら、自分のストレスを周りにこう巻き散らすように人に喋り散らかして、なんか生きてんだなって、 思ってね。うん、なんかまあ感謝が生まれたわけですよね。だからこのラジオが楽しみなのもそういう、なんかあの、まあ、ルーティーンとはいえ、うちの心の安定剤になってるのもあるんやなって、毎日毎日、うん、ね、楽しみでおられるということは、ね、ほ、うんまそれもこれも。 まあ、例えこれが再生回数毎回5回であっても <laughs>、ね、50回であってもそこら辺はマジで関係なくてそれでも続けとったやろうなっていうぐらいになんかなんかこううち,うちがみんなをこう楽しませるためのラジオなのに自分もそのね落ち着かせてもらってたんだなっていうような、ね気,づうね、気づきもありましたよね。うん、ぜひ皆さんねなんねなか つまずくことがあったら、その、大悟おしょうさんの YouTube をちょっと拝見してみてください。ほんと、サムネイルも見やすくなっててね、自分の今の状況に、あ、これだっていうのを聞くとね、最後には、すっとこう、なんか、元に戻れるとかね、うん、落ち着けんのよ。はい。これ以上喋ると長くなるんですけど。<laughs> いや、でもやっぱりね、和尚おしょうさん。 すごいですよやっぱそのなんかちゃんとそういう一つの道を極めた仏教をね、うん、極めたような人たちっていうのはやっぱり違うよね。そういや違うねそれはさ、<た>そう違う世界からの声を聞いてるような感覚でね、うん、仏さんの言葉を思ってね、うん、うちは。うんうん 何もそんなね手の届かへんようなことを言ってんじゃないのよね。そうね。うん。そうですね。それが仏教のいいとこなんですよ。その日常の中でなんかこうなんてためになるようなこ,なことを教えてくれるんでうん。でなんかそのまあ他人を。 思いやりじゃないけどさ、再任に幸せを与えるために生きるんだみたいなことも言ってくれるんですけど、うん、一番なんかね、仏教の大事なところは、もう本当に人に迷惑をかけるなっていう <laughs> <laughs> ことをね、毎動画ぐらいちょっとあるんですよ、うん、人に迷惑をかけるなと。はい,はい。うん。ね響きますよね。やっぱり。<laughs> うん、響きますよ、そりゃ。 うん、割とうち単純やからああ、はい、そういう動画聞き,聞き始めてああなんかちょっとね心が入れ替わったところもあってねうん,うん本当になんかね大変ですわ、うん、ああ穏やかに生きておりますおかげさまで皆さん本当ですかえ穏やかに生きているあ穏やかに黒谷さんが <laughs> え？おうち穏やかに見えへん？見えへん。どんなところがよ？ええー。なんやろう言動？あ,あ、まあ言動はね。<laughs> いや言動大事でしょ？え？言動穏やかだって言動に出るの？もしかして？出るね出る出る。マジ？うん、心のそのもののことだけかと思ってた。大体出るよ。うん、でもうちがなんかぎゃぎゃ言動すごくても、うんはい、その心は穏やかかもしらへんやんか。 穏やかな心で言動がすごいんかもしれへんやんか <laughs> そそりゃやばない逆に <laughs> まあええー、わちょっとあんまりこれ以上振り下げるとあんまりよくない方向にいきそう <laughs> まあねあ、うん、うちの正体がバレそうやからまあまあ穏やかに生きてくださいそ,そんなわけではいえっ、ー、とねうちのソロライブがね<れ>来月の えー、7日から始まる九州ツアーになったんですけどもうそれまでソロライブはねなくてね準備にちょっとテストしようと思ってるんやけどね、はいえー、5月に九州行って10月にまた九州行くんやけど、うん、もうね本当に九州楽しみでね、うんうん、でなんかその予約もねちらほらね東京からもね入ったりしてねもうやる気、ね、やる気がみなぎってきてまして。ねはい マジで、あの、いいツアーにしようと思って、うん、私はね、また、九州から発売する九州記念、グッズをたくさん作ってたわけですよ。うん、ほんで、また前のデジャブになるんですけど、うん、昨日ね、よっしゃ、入校したでーって言って、バーンってやったんですよ。<laughs> はい、バーンってやって、ほんなら今日それ以上の長文で <laughs>、 ダメ出しが返ってきてね出しっていうかもう確認事項が多分もうすごくてこの生地だとこうなりますとかインクジェットだとこうなりますとか、うん、あ糸のサイズはどうこうですとかまあまあまあちょっと頭が。分からず入稿してる人みたいな感じですよね。 本当に丁寧にもう本当にやっていただいて。<laughs> ねいうん、怒らせんように怒らせんようにめちゃくちゃ丁寧に先ね、<laughs> もう一回修正の依頼をかけまして、うん、無事にね、持っていけそうなんでね。いやー、めちゃくちゃ、うん、あの、今回もちゃんと自分が欲しいものやけども、うん、絶対にものすごくか、あ、めっちゃすごい可愛いのができたんよね。あちょっとわからん。ニーズに合うかわからへんけども、うん、それで、ね、楽しみにしてください。 よろしくお願いします。九州の方。これ聞いとったらね、ほんまにどっか一日だけでもぜひ遊びに来てください。そうですね。まだちょっと熊本だけがね、予約がなくて、熊本の知り合いが本当にないな、はい。熊本ね。一回だけ3年前ぐらいに行っただけで、その時も熊本スタートの日や、のツアーやったね。うん、熊本から始めて、うん、九州初めて行って、初めて熊本初日で、うん、ほんとガラガラで、 そのイベンターの方曰く「いや熊本って厳しいんだよね」とかっていうのは聞いとったけど割とちょっと心折れかけてたしまだ弾き語りでもそんな不慣れというかうんあんまこう掴んでないような状態での「行くで!」っていう勢いだけで行ったツアーやったから、うん、うんなんかちょっとお客さんつかめたんかどうかっていうのも分からへんとーん物販もそこそこでっていうイメージがあるんで。 なんかね、うちも熊本ではもう一回ね、一旗あげたいんですよね。うんでも熊本が今回、あの、ツアーファイナルっていうことになってしまってるんで、うん、盛り上げて終わらないと、ちょっと東京でね、うん、笑って過ごせないので、うん、ぜひね、熊本行けるよっていう方はね、もし可能性あったらね、よろしくお願いします。お願いします。ファイナルなんで、はい。そんな感じですいません。長なってね。はい。はい。 ありがとうございますほならあさっての、えー、ゴートクジリーフルームね、はいえー、犬人間ニョンヌと鈴木アライセとのツリーマンぜひ来てください,いよろしくお願いしますほな,なほなみなさんわさわささっと